はい、俺とお稲荷が一番まあ歴は長いんやけど、はい、嫌なやつおるやろお客様で。そうそうそう、まあお客様でね嫌とかはないんですけれども、俺らはやっぱ人間やからちょっとこう接客はするよ、もちろんプロとしてねやるけども、撮ってる行動と頭の中ではな、実際ホストの人多分こう思ってるやろうっていう。あ、難しいっすね。俺らだけじゃない、もちろん働いてるホストは大体こう思ってるやろうっていういうのをね、ちょっと再現しながらやっていきたいんやけど、それは想像でいいんですか？想像か、それともなんか俺ら経験してるとかですか？まあ経験も入れてほしいし、もちろんまあそれを何回も経験してるやろうから、まあな、毎日働いてたらそんないろんな人がいてるし、全国のねホストクラブのホストたちを代表してやろうか。共感して共感すると思う。なんかある？おいなり、まず軽いジャブぐらいからいくね。ヘルプで冷たい女の子、ヘルプの子に。ああ、そういうことね。うん、まあ、確かに。だいぶ初期段階やけど。そうそうそう、だから俺がおらん時に冷たい子とか。うん、忙しいんでね、やっぱりお稲荷さんも。お稲荷さんめちゃめちゃかっこよくないですか？ほんまに僕もめっちゃ尊敬してて、ほんまなりずっとお稲荷さんみたいになりたいって思ってて、だから米子さんのね気持ち一番分かるのは僕じゃないかなって思うんやけどね。もしもし。ああ、うん、すいませんね、レベル4みたいな。うん、分かる、確かに分かる。ただ担当が好きで来てくれてるっていうのももちろん分かるねんけど、ヘルプとしてはね正直辛いかな、あの時間。俺も体験したことあるけど、だから分かってあげてほしい。ランランどうなん？僕抱いてくれたら、うん、あのなんかシャンパンを下ろすよっていう駆け引きしてくれる人。まあね、なんでシャンパンって飲むの？まあまあ、いつもついてほしいだから。したいの？ね、ムラムラする時あるからね、人は。分かった、もうシャンパン下ろすかな。え、気持ちだけで嬉しいよ、めっちゃ、ほんまに。食べとこに、食べとこに下ろす、一緒に帰る。あー、下ろしてくれるかっていう駆け引きもしたい、もちろん上がる。高いとか安いとかもちろんないよ、ないのないけど、買いっぱりやめて。あー、まあ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 、わかる、わからんこともないけど、はい、どうなん、ごめんこは。やっぱ、あ、俺っすか。あ、俺ちょっとあるやろ。まあ、ありました、ありました事件がありました。あるんですけど。え？ありました事件。ありました事件。ありました事件。おお。酔った勢いで髪の毛を乱してくる。ああ、ね、窃盗してんのに。そうですね。崩してくるってことね。めっちゃ崩してくる。ああ、俺も経験あるわ。生ホストのコメントです。お姉さん。何あれ？生ホスト。何この頭。超キモい。いやいや、ちょっと待って。何？待って、ちょっと待って。分かってほしいのが、ホストって自分自身がね、やっぱ商品なわけですよ。商品ということはですね、まあ、ショッピングモールあるじゃないですか。ショッピングモールにあるショーケースに入ったね、ラッピングされたプレゼント、それをあなたはくしゃくしゃにしますかと。あれも時間もかかってるんです、このセットには。だから一生やめてください。あとあれね、なんか結構体触ってくる人、うん、あー、すごい立ってる。何で？あー、いい筋肉。あ、あー、ちょっと待って。え、立ってる？おるから。立ってる？いや、ちょっと見して。ええ。私は触っていいから。私触って。ええ、ちょっと。あ、ちょっとやばい。見ら、ね。おー、危ない。びっくりした。つけ、つけ、いい。あ、気持ちいい。でもね、もう周りもいっぱいいてるんですね。なんて欲しい。で、ほんで？もっとあるやろ。ちょっと思いついちゃったんですけど、うん、かぶりあるじゃないですか、うん、胸席に行ってめちゃくちゃなんか言う人。あー、今日は何なの？カシオレがいいかな、今日は。カシオレ、うん、何なのかな、俺の人どうなのかな。じゃあカシオレかいね。ねえ、大丈夫これ？私のもんなんだけど。ねえ、何これ？ねえ、私のもんなんだけど。ねえ、私のものだよ、ものだよ、ねえ、ねえ。あー、これはやっちゃいけんね。担当のことが好きで、あ
頑張ってあげたいと思って来てくれてるわけですやん。やのにそれやってしまったらね、もう全部がパーになっちゃう。困るしかない。誰が困るの。あなたが選んでる担当じゃないですか。やめてあげてください、まあ、みんながおるからその担当がねナンバーワンであったりとかラストソング取れたりとかしてるわけです、まあ、まずは元ではございません。僕たちは人間ですからね。私のものを取らないでよとその時点で間違っております。いくら1個ホストで飯打ってんやろ。つけおー、はいはい、つけで飲んでてそのお金まだ払い終わってないのにシャンパンとかまた「あ私シャンパン下ろすわ」って言い出すやつ。あー今日はこれ下ろしていい。まだまだ払ってへんお金もあるからさ。絶対つけあるやん。だって今日肩絶対肩したいもん。俺肩したいけど先に。だって私だってこの前ジュビー落としたやん。でもその分のお金まだ払ってない。でも払ってからにしよう。今日絶対肩したいの。肩したいけど俺も頑張る。やだもう絶対なんでよ。みんなに絶対下ろすよもう。ダメダメもう店払ってから。やだ払ってから。やだ払わないとダメ。払ってないのにねさらに使ってくれようとする気持ちは嬉しいんやけど、まず順番があるよね。払ってからやっていただかないと。まず払えてないってことはそれを下ろせてないって。お店からボトルであったりシャンパンをねただ渡しただけっていうことになりますから。まあ、誰しも経験1回はこともう1個すぐ上の人の名前出してくる人。あごめんなさいね。ちょっとバタバタしてイベント。あんたの店どうなってんのよ。ごめんなさい。あんたの店どうなってんの。全然つかないじゃない。ごめんなさい。あんた何立場。店長ですね。私社長知ってるから。私社長しても今から電話するわ。いやちょっとそれはごめんなさい。ちょっともういらないわあなたみたいな。すぐ電話するわ。いやちょっと待ってください。それは絶対してやるから。腹立つだもん。ああおるね。もうそういうやつおる。うん確かにおる。社長知ってるわけやもんね。社長と知ってんの。すごいやそれ。怖いもう。俺何も言えませんって言うのでも思ってんの。でそういう時の代わりかけてね、うのやってるでしょ。うのやってる時のね最後一枚うの言った時にやな顔で言いやがんでさ腹立った。そんなやつにはですね俺から与えてあげよう。泥棒じゃバカ野郎。